名護市長選の、もう一つの前哨戦と言っていいですね、南城市長選のもう一つの、八重瀬町町長選というのがあるんですけども、これがですね、やっぱりそのオール沖縄の知念明則さんがですね、かなり、いい感じかなっていうのが、昨日の凱旋とか、あと尾長さんの演説とか、知念さんの演説とかズケラン・チョービンさんの演説とか見てるとですね、かなり手応えがいいんだろうなという感じがすると、尾長さんも言ってたんですけども、前回の沖縄県知事選でもですね、尾長さんは圧倒的な得票数を、自民・公明のオス候補よりですね取ってるっていうか、2000票以上の差をつけてるっていうことですから。尾長さんもすごい昨日はね力がすごく入ってたんですけども、これはもう最後の最後までね本当に大接戦、大激戦になるのは間違いないと思うんですけども、もう本人たちの手応えがかなり良さそうかなと、いうことでもうかなり期待できるんじゃないのかなと。南城市長選、この八重瀬町長選も、勝ってですねもうぜひ名護市長選の勝利につなげていただきたいなと、思いますということで、頑張ってください、必勝ということで。